アレルヤホサナ聖歌隊の美しい賛美心から感謝いたしますまたハピシバ賛美チームの賛美にも感謝いたします今日私はルカによる福音書18章一節から八節の御言葉を通して失望しない信仰という題名で御言葉を語りたいと思います失望しない、えー、信仰です今日の本文を見ると、えー、ある、えー やもめについて語っていますね。一人のやもめがいましたけれども、その人に向かって何を言われたのか。今日の本文、一節を見ると、この比喩のたとえの教訓について語っています。いつも祈り続けなければいけないと、切望せずに常に祈るべきことをと語っていますね。このたとえをしっかりと悟らなければいけません。簡単にですねただ イエス様は一生懸命祈りなさいと諦めてはいけないとそういうことを語っていると考えがちなんですけれどもしかしそれもまた合っていますけれどもそれだけではなくこのたとえの革新的な内容はそのようなことではありませんこれは世の終わりに対する教訓を示しています今日の本文最後の えー、ルカ18章8節を見るとこう書いてますねあなた方に言っておくが神は速やかにさばいてくださるであろうとしかし人の子が来るときに地上に信仰が見られるであろうかというのが結論です、えー、この地に来るとき人,人の子が来るときに地上に信仰が見られるであろうかと、えー、どのような信仰があるのかと 再臨について語っている御言葉であります。イエス様は語られましたね。またもう一度戻ってくるときに信仰があるだろうかと聞いておられるわけです。この例えは、世の終わりについて語っておられる御言葉であります。この例えは、ルカによる福音書18章に記録されていますけれども、 もともと聖書はこのように章や説がありません。ですから、たとえのこの内容を見てみるにはですね、ルカによる福音書17章、22節から始めなければいけません。ルカ17章、22節からを見ると、世の終わりに対する内容が記録されていますよね。いつ、どのような時に来るのか、ノアの時のようであると、ロトの時のようであると語っていますよね。18章、1節の御言葉を 語る時にこのようなことを文脈を通して知ることはできますね。世の終わりについて語る神道がどのような信仰の状態が、えー、状態を保たなければいけないのか。それを教訓されているわけです今日の内容はですね、失望です。失望失望についてどういうことかを見てみたいと思います。この失望というのは希望を失うことですね、希望を失うこと。 希望を失ってはいけないと。キリシャ語では、エンカケオと言います。これは目標に向かって行く過程において意欲を失うことです。諦めるんですね。また、大きな問題の前に恐れて諦めることを意味しています。エンカケオというのは、ある目標に向かって行くわけですけれども、障害物が来たときにですね、それを見て、 恐れて諦めることですああ。これ以上はもう私はいけないと。諦めようと。それが縁かけようという単語の内容です意味です。このような信仰は最後の時、このような信仰があってはいけないと語っているわけですね。ですから、イエス様は、 世の終わりが近づけば近づくほど私たちの信仰生活においてどのような暮らしをするべきなのか今日の本部を見ると障害物が必ず来るということを予告しているわけです警告してるんですねですから今私があなた方に語る警告を聞いて失望せずに最後まで信仰を守り続けなさいとどんな障害物が訪れたとしても それを乗り越えて歩まなければいけないことをイエス様が語られたわけですね。例えば、えー、皆さん、雨が降らない日があると考えてみてください。私たち一人一人に最高の、えー、スポーツカーをくださったと思ってください。フェラーリだったり、ポルシェだったり、いろんな最高級のスポーツカーをくださいました。 そして、車に乗って行こうとするんですけれども、そのスポーツカーをマンハッタンの一番渋滞の多いところに下さったと考えてみてください。もう動くこともできません。また、マニュアルですから、運転するのも大変ですね。例えば、そうやって考えてみてください。それが神様の御言葉です。 私たちが失望するときに神様の御言葉が私たちの心の中でそうやって感じるわけですね。第1テサロニケ2章13節や第二テサロニケ3章1節を見るとこの内容は信じる信徒の中で走っていくと語っています。信じる信徒の中で 見言葉がですね、えー、走るわけです。信じる信徒の中ではですね、えー、渋滞ではなく、本当にまっすぐな、えー、車のない道を、えー、行くことができるようになると。しかし、失望するときには、どうですか、えー、渋滞の中は歩むとう。 ようなものであると語っていますですからイエス様は世の終わりが来れば来るほど近づけば近づくほど一生懸命信仰生活をしなさいと語っているわけです聖書ではこの時について正確に記録されていますね旧約時代新約時代イエス様が来られてからは新約時代と言いますけれどもその時代を恵みの時代であると言います なぜならばイエス・キリストが十字架で死なれ、私たちの罪を全て許してくださったわけです。全て、えー、ただでですね、ただ信じて、悔い改めれば与えられる命を私たちにくださったわけです。それが恵みの時代です。また、その時代を教会の時代と言いますね。今私たちはそのような時代を暮らしているわけです。聖書では、そのような時代が終わり、また、 主の再臨の前に観難の時が来ると聖書は語っています。恵みの時代は永遠に続くわけではないんだと。終わってまた苦難の時が来ると、観難が来ると語っています。恵みが途切れるわけです。どん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 信じることができないようにサタンが攻撃するわけです。ダニエル12章1節を見てください。 ダニエル12章1節を見ると、国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があると語っていますね。今までこのような苦難がなかったと、かつてなかったほどの苦難の時が来ると語っています。誰に来るんですか信じる信徒に来るわけです。一生懸命信仰生活をしている中でも、このように苦難が訪れるわけです。 ですから失望することなく、諦めることなく最後まで信仰を守り続けなさいと、忍耐しなさいと、聖書で数多く語られているわけですよね。過去にはイエス・キリストを信じれば天国行くと言いますけれども,も、子どもの時、私たちはそうでしたよね。そうやって聞きましたよね。信じれば天国行けると。 また道端で,道端で伝道されている方もいますよね。えー、大きな、えー、パンフレットとかを持ってですね。えー、信じれば天国に行けますと伝道する人もいます。恵みの時代に必要な御言葉です。それはしかし、苦難の時代を歩む信徒には、その他にももっと強い御言葉が必要なわけですよね。なぜならば、 世の中が発展すれば発展するほど、もっと多くの誘惑が来ます。そのように、私たち信じる信徒には、時が近づけば近づくほど、もっと多くの誘惑、また多くの攻撃が来るということです。私たちは世の中が発展していくように、私たちの信仰もまた発展していかなければいけないわけですね。どんな迫害も、またどんな苦しみ、苦難からも逃れることができる強い信仰を持たなければいけないということです。 牧先生はこう語られました信仰がどのように成長するか分かりますかと言うんですね苦難もまた受けずに良い言葉だけを聞きながら信仰生活信仰が強くなるわけではないんですと子どもたちも同じようにですねよ 外に出て行って砂で遊んだりとか木で遊んだりとか、えー、そうやって成長するときに、えー、強くなるわけです教会も同じようにですね誤解も受けたり苦しみを受けたりまた、えー、いろいろな問題の中で私たちの信仰が強められていくわけですよね今日の,本文,の本文に出てくるやもめのようにですね 常に裁判官の前にいて叫び続けるのを見てください。私たちも同じように叫び続けることによって祈りの答えを受けるわけです。そういう信仰の体験がある人は最後まで残ることはできます。体験した信仰というものは決してなくなったりしないわけです。ではイエス様が語られたように。 この苦難の時代が来たとき、どのような信仰が必要なのか、私たちがその苦難,苦難の時代に、えー、時代を暮らすときに、どのように、えー、行動をするべきなのか、まず1つ目に、えー、世の終わりの象徴について見てみたいと思います。世の終わりの印ですね。この世の終わりの印について見てみると、廃墟が起こると語っています。 第2テサロニケ2章3節を見ると誰がどんなことをしてもそれに騙されてはいけないとまず廃墟のことが起こり不法のものすなわち滅びの子が現れるに違いないと語っていますね廃墟のことが起こるとこれはどういうことかというと使徒パウロの当時イエス様が手に登られましたよねその後に すぐ再臨されるということを信じていた人が多くいたわけです。その当時、主が来られるということを信じていたわけですね。そうやって教えていた人が多くいました。しかし、シトパウロはそういう間違った教えについて語りながら、私は例えを一つ語ろうと。主の再臨の前にですね、いろいろなことが起こるんだけれども、 まず廃墟のことが起こるとまた不法のものが先に来ると語っていますねその次に再臨が起こるんだとこの廃墟のことまた不法のものはまだ来ていないと語るわけですですから今再臨はすぐ来ないということをパウロは語っているわけですしかし私は今日この廃墟のことがもう来たということを私は語りたいと思います この廃墟のこと廃墟というのは、えー、裏切ることですよね信仰を捨てて裏切って出ていくことですそれが信徒一人一人そういうある一人か二人がそうするのではなく世界的にですね全世界的に今この廃墟することが、えー、起こっているということですでは私たち今 どののように起こってていいいるのか見てみたいと思います歴史を見てみるとですね人類の歴史を聖書の歴史とすると6,000年と呼ぶならばこの6,000年の間宗教を持たない人たちは多くいませんでしたほとんどの社会が全ての社会が信仰がありましたね宗教がありました もうキリスト教であれまた仏教であれ他の宗教であれ全ての人が宗教を持っていたわけですしかし無神論と無教という存在がですねそういう概念が来たのは約200年前から始まりましたもともと無神論というのはなかったわけですね 一人は二人、神はいないだろうと考える人はいたかもしれません。個人的にはそうだったかもしれませんけれども、今のようにですね、無神論の主義が、えー、あ起こって、この全ての社会に満ちているそういう、えー、時代は今までの歴史の中でなかったわけです。しかし、200年前ほどからそういう思想が起こり、今は私たちの世の中の 世の中を見てもですね、どうですか多くの人が神はいないと考えるわけです。神は完全に別の世界にいる存在として考えるわけですよね。皆さん、社会に出ていると分かるでしょう神様を信じて暮らしている人がどれほどいるでしょうかアメリカでも職場で伝道したらダメです。 宗教的な活動もできないわけですね。言葉では言うことができるかもしれませんけれども、公共的に、公式的に伝道することはもうできていないわけです。そのようにえ起こったのが、世の中がそれほどえ成長したということです。産業改革が起こり、科学も発達して、 もうスマートフォンを見てもですねパソコンのようにコンピューターのように本当に全てのことをできますこのように成長した時代がなかったわけですですから宗教がない神はいないと宗教をなくすべきだということをですね拒んでいた人たちがどん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 世の中が成長するにつれてあそれが間違ってはいないと神はいないんではないかと考える人 が多くなってきたわけです人間が発展することができないようにするのが宗教だとかどん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 そういう思想がえ起こってきたわけですよねそして21世紀になってからどうなりますかほとんどの人たちが神様を信じないそういう時代が今来ているわけです20世紀の初期にはえソ連という国が今ありましたよね ソ連はど,どんな国でしたか初めて人類で初めて無神論主義の思想によって建てられた国であります。共産主義は無神論です。歴史上そのような国がありませんでした。人類の歴史を見てもいきなりソ連という国が出てきたわけですよね。それが廃墟のことであるわけです。 第2テスロニケ、2章4節を見ると何と語っていますか彼は彼はすべて神と呼ばれたり、拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言すると語っていますよね自分を神だと宣言すると。それが誰ですか廃教する人間です。人間が神様の座に立つわけです。神は必要ないと。 人間がこれから収めるべきであると、そういう人本的な主義、科学的な、そういう学問的なものだけを求めて、歩む無神論、主義者たちが起こっているわけです。しかし、それは、まあ、間違いだらけではありません。科学が発展することは良いことですよね。それが間違っていることではないわけです。しかし、問題は何かというと、その全ての えー、内容がですね善悪を知る木の実を食べた結果なわけです善悪を知る木の実です善によって悪を、えー、マスクすること覆うことを意味するわけです外見的には良いことなんですね科学的にも文明的にも文化が発達することは良いことですけれどもその中心に悪があるわけですそれが何かというと神様を捨てなければいけないということなんですね 人類の歴史を見てみると今のこの時代は廃墟のこの技が起こっている時代であります第一次世界大戦第二次世界大戦戦,戦争がえ多く起こりましたよね戦争の時代でした聖書でも同じようにマタイ24章6節から見てみると世の終わりには戦争が起こると語っていますよね 聖書では全てが3つ3番目に終わります3番目最初のアダム、2人目のアダム3、3番目の終わりのアダムがありますけれども、一次世界大戦も二次世界大戦もあれば、次もう一度3次第3次世界大戦があるわけです。これは何を意味するかというと、私たちがそれほど世の終わりに近づいていることを悟らなければいけないということを語っているわけです。 今すぐに戦争が起こりますとか、今すぐ、えー、世の終わりが来ますと言っているわけではありません。ただ、私たちはどのような時代に暮らしているのか、世の終わりが近づいているということをしっかりと悟って、歩まなければいけないことを私は語るわけです。世の終わりについて、いろいろな内容が記録されています、聖書には。戦争であったり、また廃墟であったり、またイスラエルの回復についても語っておられます。 イスラエルという国が亡くなってからまた起こるというんですね。約2000年経ってからイスラエルがまたよみがえー、りましたよね。1948年にイスラエルができて独立しました。イスラエルにある聖殿だけが回復されればもう完成なわけです。そのような内容がですね、聖書で記録されている通りに起こっているわけです。これは偶然な出来事ではないわけですね。 このように私たちは今、世の終わりに向かって少しずつ近づいていることを悟らなければいけません。それがいつまでかというと、ダニエル12章7節に記録されています。聖なる民を打ち砕く力が消える時までだと語っていますね。聖なる民、信徒の勢力、力が打ち砕かれる時までと。私たちが信じる信じたいと言っても信じることができない社会、教会が扉を閉じ、 また見言葉を語ることができないそういう時が来る時まで、えー、起こるということを聖書は語っているわけです。ですから、イエス様は私,たち私が来る時、人の子が来る時に信仰を見ることができるだろうかと語ってたわけですね。私たちは今信じています。しかし、信じたくても信じることができないような出来事、強い 迫害やまた誘惑や苦難が来るということなんです。最後の時に。では私たちはこのような時代を暮らすときに、これを悟るならば、私たちはどのようにして準備して、またどのように暮らしていくべきでしょうか。それをしっかりと悟らなければいけません。私たちも失望することのない信仰が必要なわけです。 大きな2番目に信仰の成長の秘訣について見てみましょう。信仰,の成長を、えー、信仰が成長する秘訣問題は最後の時に最初はしっかりと信じてても世の終わりに近づけば近づくほどどん,どん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 信仰が弱くなるようにサタンが誘惑しまたサタンが砲撃すると語っているわけです。 信仰が成長することはできないように攻撃してくるわけですね。では、どのように信仰が成,成長することができるでしょうかまずは神様の御言葉を聞くことに力を尽くさなければいけないわけです。御言葉を聞くことに力を尽くさなければいけません。なぜならば、ローマ10章17節を見ると信仰は聞くことによって起こると語っていますよね。また 聞くことはキリストの言葉から来ると信仰は聞くことによって来ると語っています100回聞いた人よりも1000回聞いた人の方が信仰が強いのは当たり前なんですよねですから信仰を強めるためには御言葉をしっかりと聞かなければいけないわけですいくら信仰があってもですね迫害が来た時には逃げ去りますそれをどうやって知ることができるかというと ルカによる福音書24章を見るとエに、エマオに出ていた2人の弟子がいましたよね。この弟子たちは3年間イエス様に近づいてイエス様に従っていた人たちです。しかしイエス様が十字架にかかって死なれてから故郷に向かって行ったわけですよね。すべてを投げ捨てて行きました。弟子であったため信仰はあったわけです。しかしイエス様が十字架にかけられたときに、 私も殺されるかもしれないとそして出ていくわけですけれどもエマオに下っていく途中にイエス様に出会ったわけです彼らが御言葉を聞くことによって悟りましたよね旧約で予言されていたことイエス・キリストの死と復活はもうあらかじめ旧約で予言されていたことだということを悟ってからどうなりましたか ルカによる福音書24章32から33節を見るとこの道端で私に聖書を解き明かしてくださった時お互いの心が内に燃えたではないかとそしてすぐ立ってエルサレムに帰ったと語っていますよね恐れていた人たちが逃げていた人たちが見言葉を聞くことによって心が熱くなりそして 今、捕まえて殺そうとしているそういう者たちが集まっているエルサレムに帰っていったわけです。御言葉を聞いたときに信仰ができましたよね。信仰が起こって、そしてから成長して、結局はエルサレムに帰っていったわけです。私たちも同じように、水曜礼拝、日曜礼拝、蒼天礼拝、私たちは御言葉を聞けば聞くほど、もっともっと信仰が成長するわけです。 そういう成長のもとに私たちは世の終わりに立たなければならないということを語っているわけです。また2番目に祈ることを熱心にするときに信仰が成長します。祈ることが必要です。今日の本文である乙女がそうしましたよね。 答えが与えられるまで祈り続けましたそれを体験したわけですただですね一回祈ったからといって成長するわけではありませんし信仰もできません一生懸命祈り続けてその答えを受けることを体験するときに確信が持てるわけですああ神様は生きておられるんだと私の祈りを聞き取られる方なんだと 悟るることでできるわけですよねケノブク先生がこう語られました祈るときに、えー、もう一つ内容を追加して祈りなさいと語られたんですけれどもそれは信仰を強めてくださいと祈りなさいと信仰を強めるように祈りなさいと自分のためにですねそうやって祈りなさいと語られましたまた子どもたちの信仰が成長することができるようにとまた信徒たち また私たちの区域の地域の家族が、信徒たちが、また教会のすべての人がですね、お互いに祈り合わなければいけません。信仰が成長することができるように。ルカによる福音書21章34から36節を見ると、あなた方は気をつけなさいと語っていますよね。あなた方、宝刀や深酒やこの世の患いのために沈み込んでいるところに、その日が、 罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさいと語っています。このその日というのが祭輪の日裁判の日です。裁きの日です。その日は全地の表に住むすべての人に望むからですと。36節を見ると、しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらのすべてのことから逃れて人のこの場に立つことができるようにいつも油断せずに乗りなさいと語っていますよね。このような苦難。 に会うことができないようにないように人のこの前に立つようにいつもへり下って祈りなさいと語っているわけですね。祈りの答えを受ける体験があれば信仰が成長します。ですから私たちは答えの答えを受ける祈りをしなければいけません。祈りの答えを受けるためにはどうするべきですか？それはきれいな 清いいいい祈りをしななけければいけないとということですヨブ記16章17節を見るとヨブの内容ですね私の手には暴虐がなく私の祈りは清いと語っています私の祈りは清いとこれは何かというとまずは悔い改めて罪を全てなくさなければいけないということですですから祈る時にはまず先に悔い改めに祈りをしなければいけません私たちが 罪を犯したことがあるならばその罪を許してくださいとまず先に悔い改るための祈りをしなければいけませんその次に願いを求めなければいけないわけですそしてその次に他人のことを恨みながら憎みながら祈るその祈りには答えられないと語っていますあ,あの人あ誰々嫌だと もう会いたくもないと、そういう心を持って祈ればですね、その祈りは決して答えを受けません。まずは、えー、お互いにですね、許し合って、お互いに和解してから、隣人を自分のように愛することができるようになってから祈りなさいと、それが清い祈りです。そういう祈りに神様は答えてくださるわけです。 信玄15章29節を見ても神様は悪しき者に遠ざかり、正しい者の,の祈りを聞かれると語っていますよね。悪しき者を遠ざかり、正しい者の,の祈りを聞かれると。この基人というのは誰かというとイエス・キリストを信じる者です。信じる者の,の祈りに神様は答えてくださるということです。 ヤコブ1章6節を見ても信仰によって求めなさいと語っています。また疑う人は風の吹くままに揺れ動く海の波に似ていると語っていますよね。そのように疑わずに信仰を持って願い求めなさいと語っておられるわけです。またマルコ11章24節を見ても何をするにしても 祈り求めることはすでに叶えられていると信じなさいと。信じて祈りなさいと語っています。信じて。まず先に信じなければいけません。信じて祈れば必ず答えられると語っているんですね。愛する皆さん、祈りの扉が開かれ、天の扉が開かれれば、まず私たちに信仰の恵みが与えられます。信じることができる祝福をくださるわけです。その信仰が全ての扉を開く鍵なわけです。 その鍵を受ければ何事においてもパンチが益となる祝福を受けることができます。ですから私たちは御言葉を熱心に聞いて、また一生懸命祈って、この信仰生活において祝福を受けて、大きな信仰を持ち、どんな苦難や苦しみが来ても、迫害が来ても、それを乗り越えることができるような信仰を持って、最後まで残り続ける皆さんとなることを主の目に思って祝福いたします。私たちは今、 世の終わりを暮らしています今日の本文で警告されたように失望することなく最後まで信仰を守り続けて御言葉を聞くことに一生懸命また祈ることに一生懸命して主が来られる時あこの世の中でどこで信仰を見えようかといった時に私たちの教会に来てくださいと私たちの家庭に来てくださいと告白するそういう皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします。 祈ります愛する地なる神様感謝いたします。今日も私たちを導いてくださり、神様の前に出て、霊と誠と思って礼拝を捧げることができるよう導かれ、心から感謝いたします。今日も与えられた御言葉のように、失望することのない信仰を私たちにお与えください。御言葉を聞くことに力を尽くしまた一生懸命祈ることによって、天の扉が開かれ、また生きて働かれる。 その神様の、うん、宮座が私たちに与えられますように強い信仰を持って最後まで勝利する信徒となることはできるように導いてください。神,なる神様、私たちに信仰をお与えください。強めてください。信仰が弱い私たちを強めてください。信じることができない私たちを許してください。もっと多くの恵みを満たしてください。もっと大きな信仰を持って、 従順し、神様の前にしっかりと歩むことができるように、どんな苦難や困難が,難が来ても、それを乗り越えて、いつもいつも毎日毎日、成長する信仰を持って、神様の御前へと歩むことができるように導いてください。その通りになることを信じて感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン